皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのあです。今日はですね、また来ましたよ。去年も来たんですけど、住友三角ビル、コーンズが主催している、車のイベントで、年に1回ぐらいやってるのかな、ディスカバーラグジュアリー2022っていうイベントです。で、車が置いてあるのがポルシェ、ランボルギーニ、ベントレー、ロールスロイスが今見えるところにあって、一応全車種置いてあるっていう話なので、ここでいっぺんに見れる。で、ここでは置かないんだけども、ちょっと端っこにフェラーリがある。これがミソで、フェラーリは動画を撮っちゃいけないっていう、よく言われるので、だからちょっと別なところに置いてあるのね。で、今回の動画ではちょっと ご紹介できないかもしれないんですけども、まずはですね、こっち下の方、高級車4種類ありますので行ってみたいと思います。ウブロもあるね。時計、あれ、去年はウブロなかったの。これが可愛いなと思うんだよね。これほら、可愛くない？可愛い。真ん中のロールスから行く。今車が4台あるでしょ。で、もし俺の乗ってるベントレーとポルシェが1台にしなくちゃいけないって言われたら、あれかなと思ったんだよ。1台にしなくちゃいけないって言ったら、買うのしょうがないからこれかなと。めちゃくちゃかっこいいですけど。全部一体合体。あー、でも素敵だよ。見えにくい、この感覚。いや、今ね、ポルシェとベントレーを売って、はい、1台、どうしても1台にしなくちゃいけないって言ったらこれかなと思って。これ結構究極な感じですけど。結構タイトに感じる。うん、2メーターぐらいにしか感じない。ベントレー乗ってるからかもしれないんだけど、すごいタイトに感じる。でもやっぱり今のデジタルっぽい雰囲気じゃなくて、ロースとベントレーはまだまだアナログっぽい感じ。ちょっとこの辺とか見てもらうと、ほら、メーターもデジタルじゃなくて、一応まだアナログっぽいし、この辺の作りはベントレーとそっくりね。この辺はベントレーとそっくり。でも全然すごい。なんでこんなタイトなんだろう。ああ、この観音開きですよ。ちょっとやっぱり後ろ席がどのぐらい広いかでね。そうね、運転席よりね。キャー、見えます？これ、この星空。あ、本当だ。見えますか、皆さん。星空ね。皆さん、この星空。綺麗だね。あ、やっぱり後ろは広いわ。最高。うん、すごく広い。この模様は使わせて、これだったらあり。スピーカーですね。後ろも同じように。後ろの人が重要だからさ。素晴らしい。相当音はいいんだろうね。このカーボンの折り込み方がちょっと違うな。なんだこれ。カーボンすごく好きよ。すごい細かく見るとディテールすごいよ。こんなとこにエンボス、すごい。なんかでも綺麗な色だ ね。これだったらグリーンあり。あり、本当。実を言うとですね、中にですね、グリーンがあるね。同じのがある。実を言うと新色なんです。このマンバグリーンって、このグリーンを使った車でマカンから降りてきて、他の車でもいいよっていう車種が出たね。なんかね、なんかマカンが最初だったんですよ。あ、よくそうですよ。ああ、でもこれはやっぱりステップ払いって言われて、1年間は3回運転してもいいから。2だろ、2だった。後ろは広くない、もう自分で運転する感じ。綺麗だね。個人で買って1年間は。これすごいな。すごいね。うわ、これもありだね。ラメの黒、すごく綺麗。6回塗装してる。これシックだね。豪華さはちょっとこっちのがないけど。そうだね。
天井見た？すごい。でもこのレースっていう車はやっぱりオーナーカーで、あのレースって言うんですけど、自分で運転、オーナーが運転して後ろには座らないっていう感じなので、ちょっと狭いね、足がね、足がほら、そうです、ね、自分で運転するロールス。でも結構実を言うと値段ポンと下がるんですよ、ロールスって。新車価格と中古価格でポンと下がるんで、レースはいいなって実を言うと前から思ってた。これいい、これいい、簡単に言うね。顔もいいよ、すごく顔もいい、ね、確か内側にボタンがあるわけです。あ、でしょうね、はい、座ってて運転するときにそれを押すと勝手に閉まって。そうです。おしゃれですよね。ねえ、はい、ブルーのってあるんですね。オプションだと思います。ピンストライプの色と、あとはキャリパーの色とかが合ってるので、あと内装も合ってます。カーボンになってるんです。あれはおしゃれですね。おしゃれ、かっこいいけど、これはね、後ろに乗んないと ね、うん、ゴーストね。さすがにゴーストな。どうぞ。なんだ、うわブレーキのキャリパーとストライプ、ピントライプもあってます。あー、そういうの合わせてるね。本当だ、入ってるね。これめちゃくちゃかっこいいです。かっこいいな。好きな写真撮る。うわー、ということで、ロールスが今置いてあるのは、ゴーストと、レイス、レイスと、あとこのカリンっていう発音。カリン、カリン。L が2つあってカリン、はい、って形ですね。今鍵をかけてくれたのかな、誰か。光った、はい、はい、ということで、じゃあちょっとランボルギーニの方行ってみましょうか。ブラカン、かっこいいね。開いてました。うわ、これはまた車高低いね。お尻がこんなところだよ、ほら。何の飾り付けもないから。これ相当座るのも大変だと思うよ、これ。うわ、低い低い。あー、こんな感じ。いい。とってもいい。でももうね、ほら液晶になってますよ、ちゃんと裏感まで。こんな液晶で今つけられないけど、もっとね、この前世代まではもっとね、ボタンがいっぱいあったんだけどね。六角形のこの形、これがランボルギーニの今すごい形、象徴した形。このスイッチばっかりあったんだけど、どん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 今スイッチ減ってるね。ここのこの両脇の支え、これはもう普通のノーマルな椅子なんだろうけど、もうバッチシだね。すごいですね。ちょっとテンション上がる車だね、やっぱり。いやー、かっこいい。見てこれ。これはランボルギーニの SUV。これで4000万ぐらい。そう、3500万って書いてあるでしょ。3500万にオプションがついてる、まあ、4000万円ぐらい。かっこいいよね。かっこいいよね。かわいい、かっこいいよね。ちょっと古いのがありますよ、古いのが。わあ、すごい。ディアブロ、この時代の方が詳しいかもしれない。カウンタック、ディアブロ、ムシエラゴ、もう全部この辺は俺が小さい頃にもう憧れたスポーツカー。こっち、こっち来ちゃうと、ここからは新しいね、アベンタドールとか。これはもう、
常に車もあるんです。実用的なランボって言ったらやっぱりあれだよね、これが一番実用的。めちゃくちゃちっちゃいね、こうやって見る。はい、くん。ガギャル。逆にさ、なんかおもちゃっぽく見える。金額は大相談だそうです怖い金額は相談ですか。え、じゃあもしかしたらあのあれはあるんですか。なんかこれだったら普通に運転できんじゃないということで、今ロールスロイスと、ランボルギーニ、2つを見て回りましたけど、お客さんの入場制限をしてるようなのですごく見やすいね。結局今こうやって見てもランボルギーニにいるお客さん3組ぐらいしかいないから、めちゃくちゃ見やすいし、で今回は自分で中に勝手に入って座って乗る感触も内装も全部見れるので、本当にあの買おうと思ったらここに来るといっぺんに全車種見れるからいいかもしれない。実を言うと社長のあのコレクションっていうのでね、もう古い歴代のランボルがずーっと並んでますけど、はい、という感じでこういうものも見れたり、あとでちょっとちらっと見えますけど、なんか時計屋さんとかあのシャンパン屋さんとか家具屋さんとかそういうのも置いてあるんで、まあ、コラボしてるから一応そういうのもちょっと楽しみの休憩時間にいいのかもしれないですね、はい、ということで、次回はですね、じゃあ私の乗ってるベントレーとポルシェ、ちょっとそちらを覗いてみたいと思います。